高校生という方からこんな質問いただきました。ブラック差別本当に理不尽だと思います。でもそういうのやってるのは高齢の人じゃないですか。今の高齢の人がいなくなったらもうね、差別なんてなくなるんじゃないですかっていうことなんだけども、結論から言うとそれは違いますね、高齢者に対する偏見だと思いますね。まずそういうふうにね言うとね、受けがいいんですよ。若い人に、文化大革命なんかもそうですよ。今の悪いことはみんなね老人のせいだと、若い皆さん頑張ってくださいって言うと大変受けがいいし分かりやすいんです。でも実際は違うんです。ブラック差別っていうものはね、江戸時代の身分制度が起源と言われてるんだけども、解放令が出て身分制度がなくなってから今150年経ってるわけです。で、全国水平社ができて今年でちょうど100年で、今からね50何年か前何があったかっていうと、ブラック地名相関事件というのがあって、いろんな企業がね糾弾されたんですね。で、行政もそれでブラック解放運動というか、同和行政というか教育というか、そういうものに本格的に取り組んだんですね。で、150年前の人間生きてないですよね。で、100年前水平社ができた頃の現役世代っていうのも、まず存命してないですね。で、実は今の高齢者、70歳、80歳、そのあたりっていうのは、ブラック地名相関事件があった頃の現役世代ですよね。じゃあ、この経緯見てどう思いますか？これ本当に世代変わったら問題解決すると思いますか？違うんですよね。いい伝統、今でも通用するような伝統っていうのは世代が変わっても受け継がれていくけども、ブラック差別だとかそういったね、悪いものっていうのはね、そういうものが人の意識にあるとしたら世代が変わればなくなるものなんですよ。でも世代が変わってもなくならないというのは、それは、その人の意識とか、その人間にそれが属してるんじゃなくて、やっぱり世の中の制度としてそういうものがあるからです。その社会の制度っていうのはね、世代が変わってもね、この人間の寿命を超えて生きながらえていきますから。じゃあその社会の制度何かっていうと、それはブラック差別でお金が儲かるからですよ。だから、おそらくそれは水平社よりちょっと前、ちょっと語弊があるかもしれないけど、融和事業ってとか、あと改善事業、その頃から始まってると思いますね。それはやっぱブラックだからっていうことで、やっぱ公金、お金が出るっていうのがそのあたりから始まったわけですから。当時はそれは、まともな考え、必要だからやったっていうところがあるんだけども、水平社の頃からちょっとおかしくなっていくんですよね。それが、官製運動にもなっていくんですよね。で、企業をね、揺すってお金を取るっていうことも水平社は実はやってたんですね。で、そういうのが戦後になってさらに顕著になってしまった。で、今でもねそういうのが尾を引いてるんだけども、地名相関事件なんかで糾弾された企業、そういうところで解放同盟のね幹部の人なんか、あるいは元幹部かもしれないけど、講演をすると日当20万円プラス交通費もらえたりとかするわけです。事実です。これ事実です。で、あと解放同盟の集会なんかに出ると、税金から日当が出るわけですね。今、NHK でなんかデモに出たらお金もらえるみたいな話をして、問題になってるけども、同和関係だともう事実なんですよ。これ間違いなく事実なんですよ。で、もう公然としたことです。デマだデマだって言っても、もうはっきりと文書としてそういう証拠がいくらでも出せますからね。で、それで例えば部落から部落に渡り歩いてね、自分部落出身だって言って、それで講演やってね、自治体なんかが主催する、それでお金もらってる人もいるわけです。そういうのも税金からお金出てるわけですよ。だからそうやって部落差別あるあるって言ったら、お金を儲かる仕組みっていうのが存在して、で、そういう社会の仕組みっていうのがね、もうこの司法、政治、行政に浸透してこうずっとね残ってるから、で、それお金儲けてる人がいるからなくならないんですよ。熱海の土石流なんかもそうですよ。あれで明るみになったんだけども、この盛り土なんか儲かるんですよね。でもやりすぎるとやっぱり行政から目をつけられるし、住民からもね反対運動を受けるんだけども、そこで童話っていうのを出すと、もういろんな人が黙っちゃうわけです。で、それで大儲けしてる人っていうのがいるわけです。これ熱海だけじゃないです。他のところにいますよ。いずれこのチャンネルでもやろうかと思うんですけどね、だからそのブラックというものを使ってお金儲けする人たちがいる。で、それがもう制度としてそういうものがあると、ね、そういうことでお金を儲けられる社会の仕組みというものがあって、それがこうね、がっつりとね存在するんで、それはなくならないんですよ。
まあ、得をする人がいるからそれをなくそうっていうふうにはならない。で、なおかつその、まあ、例えば今の若い人にね、学校なんかでブラック差別は何かとか言って教えてる人たちが、まあ、その大元というものがね、元締めというものがそのそういうブラックでお金が儲かるような社会の仕組みを維持している人だから、そういう人たちがね、本当のブラック差別のね、正しい考え方なんか教えられないですよ。だからそのブラック差別っていうのがその昔からの因習というか、その人々の意識の中にあってっていうのはまあ完全に間違いで、本当はまあそれでお金が儲かるような仕組みっていうのが世の中にあるわけです、厳然として。ただそれを教えることはできないわけですね。その教えてる側っていうのがそのまさにその体制側なわけですから。ということで、まあ、質問に対する回答っていうのはこういったものです。だからまあ大人って怖いですね、汚いですね。だから若い人たちですね、その何かねイメージだとか、あるいは人に言われたことをそうただただそのね受け入れるんじゃなくて、自分の目でね何があるのかっていうのをちゃんとね見て考えて、こう理論的に物事を考えていくっていうのは大変必要なことだと思います。